綾瀬セ・ハルは日本の女優。広島県広島市出身。本名は非公開。ホリプロ所属。2000年、第25回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し、芸能界デビュー。2001年、日本テレビ系ドラマ、近代地少年の事件簿で女優デビュー。2003年、富士テレビ系ドラマ、僕の生きる道で、 初の連続ドラマレギュラー出演。2004年 TBSK ドラマ世界の中心で愛を叫ぶのヒロインに抜擢される。2005年年末に第47回輝く日本レコード大賞で司会を務める。2006年3月24日小林武史プロデュースによるシングルピリオドで歌手デビュー。オリコンチャート初登場8位を記録。2007年 日本テレビ系ドラマホタルの光で初の連続ドラマ単独主演。2010年にパート2が放送。2012年に映画版が公開されるほどのヒット作となる。2013年八重の桜で NHK 大河ドラマ初出演及び主演。年末に第64回 NHK 紅白歌合戦で赤組司会を務める。2015年出演作。 海外ダイアリーが第68回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品される。年末に第66回 NHK 紅白歌合戦で2年ぶり2回目の赤組司会を務める。2016年 NHK 制作の大河ファンタジードラマ、精霊の守り人にて主人公バルサヤクを演じる。単やり使いの用心棒という役柄から盾も披露。 1> 第1シーズンから第3シーズンまで演じる。2019年、第70回 NHK 紅白歌合戦で4年ぶり3回目の赤組司会を務める。2021年8月31日、新型コロナウイルス感染を公表。自宅療養していたが、肺炎の症状が出たため入院。9月には1億円の投資トラブルに巻き込まれていたことが報じられる。 ホリプロスカウトキャラバンには友達に誘われて参加した。その気になった理由は、部活を休むための口実だった。特技ではやることがなかったので学校で流行っていた、うさぎの真似をした。バラエティ番組に出演する際に、特技として披露することもある。芸名は、インターネット上で公募し、応募された1万6千件の中から本人とスタッフで選び、二千一年二月十八日に、 あやせはるかに決定した。非常に真面目な性格で演技に対する真摯な態度は、共演者、スタッフからも評価が高い。演技に関して納得がいくまで監督と話し合うことも多い。また、天然ボケと評されることがあり、ホタルの光で共演した藤木直人は、彼女のことをマイペースで天然。よくつまずいて転んでいたからと評している。 島田検定に出演した際は、陳海答を連発して、司会の島田紳介から、君、本当にアホやろと言われたり、スマップスマップでは、木村拓也と中井貴一から、綾瀬がベンガルに、ハーフですかと尋ねたことや、ジーコって芸名なんですかといった、過去の発言を指摘された。また、ハッピーフライトの初日舞台挨拶で、吹石和江から、 周りの人全員を突っ込みにしてしまうキャラと言われるなど、同映画の共演者からも彼女の天然ぶりを言及されている。なお寺島忍は、綾瀬が人の話を聞かないから、不思議な生き物と毎日観察していて、不士と一緒に綾瀬をいじめていたとのこと。また天然だと言われていることに対し、本人は天然ではないと述べている。その一方、 2015年11月26日に発表された NHK 紅白歌合戦の記者会見で初出場を決めた乃木坂フォーティシックスのキャプテンである桜井玲子が綾瀬のモノマネをお披露目したところ、すいません、それ芸人の福田綾乃さんがやられているモノマネですよね。と突っ込み、会場の雰囲気を笑いに包ませる一面があり、すかさず白組司会の v 六井野原義彦が、 その頑張りに泣きそうです。と桜井をねぎらっていた。尊敬する女優は、八千草香る、松高子、深津襟、キキキリンで共演など。好きな俳優は、小日向文世、板谷ゆとは、ホタルの光共演以来親しい中であり、持田香里とは、一緒に、バレエに通う中である。食べみか子とは、一緒に食事などに行く中である。また、 映画、海外ダイアリーで共演した、長沢正美とも仲が良く、長沢のことを、まさるちゃんと呼んでいる。人都市で共演して、以来、中谷美希とも親交がある。2011年の東日本大震災とそれに続く、福島第一原子力発電所事故を受けて、制作された2013年の NHK 大河ドラマ、八重の桜で、主人公となる。 藍津藩出身の新島屋を演じて以来、福島県を中心とした被災地の支援活動を継続している。司会を務めていた2013年の紅白歌合戦では NHK の震災復興支援局花は作を歌唱し、2014年からは、綾瀬が福島県内各地を訪問して地域住民との交流を持つ福島に恋してが、 断続的に NHK で放送されている。藍津若松市で毎年開催される藍津祭りには2014年から市内をパレードする藍津反抗行,行列への参加を続け、新型コロナウイルス感染症状の世界的拡大で行列が中止となった2020年でも屋内行事に出席して7年連続でのイベント参加となった。オリコン調査の恋人にしたい。 女性有名人ランキングで2009年、2011年、2014年、2015年、2016年と5度1位に輝く。歯が白くて美しい女性芸能人ランキングの1位に選ばれる。2019年に節税対策のため、ホリプロとは別に個人事務所を設立し、母親が代表取締役、自身と兄が取締役に就任した。 母親は経営は素人のため、綾瀬が地元で婚姻にしていた税理士に資産の管理を任せていたが、2021年にこの税理士が母親に架空の投資話を持ちかけ、1億円を騙し取る事態が発生した。さらに、この税理士の息子が都内で綾瀬本人を担当していたために騒動が拡大し、7月に、 都内の寿司店でこの息子と綾瀬が3時間にわたり話し合いを行っていたと報じられた。2004年頃まではグラビアモデルとしての活動を主にしていた。写真集や週刊誌のほかコスモエンジェルなどのローカル番組での体当たりのキャラクターが人気を博した。しかしデビュー後1年で仕事に対するストレスなどから約 7kg 体重が増えてしまい、フジテレビ系番組 ビューティーコロシアムでダイエットに失敗したら引退するという企画にグラビアアイドルの肩書きで参加。1ヶ月と3週間で8キログラム以上のダイエットを観光するといったこともあった。その後、俳優として評価されるにつれてグラビアの活動は減ったが、現在も週刊誌などに登場することがある。世界の中心で愛を叫ぶでは、白血病に侵されたヒロインを演じるために、 映画版で同役を演じた長澤正美同様、提発を行った。他にも、作中の描写に合わせるために体重を増減、させるなどの役作りをしていた。鹿男と小青に吉を収録中、人生について考えることが多かったため共演者の小玉清と深夜まで人生について語り合ったことが、多々あった。サムガリーであり、冷房の効いた部屋のためのスリッパが、夏の必需品。 ニュージーランドでスパイに間違えられ、1日拘束されたことがある。僕の彼女はサイボーグにおいて、強撃の舞台に紛れ込んだシーンで、舞台袖に履ける時暗幕に隠れた鉄筋に、ぶつかり鼻の骨を折った。このシーンは、本編でも確認できる。主演、ヒロイン、友情、特別出演など、綾瀬遥、はるか、ジャンプ、ホリプロスカウトキャラ版本編39分。 特典映像5分リージョンフリー綾瀬はるかトレジャー宝物40分リージョンフリー綾瀬はるか揺れる17歳50分リージョンフリー綾瀬はるか週刊ヤングサンデープレミアムグッドデイ本編40分特典映像9分リージョンフリー